皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベイ君です。つむつむ実況やっていきます。よろしくお願いいたします。というわけでまずこちらをご覧ください。無課金でやっております。よろしくお願いします。というわけでね、ちょっとね、先月のピックアップガチャをねできなくて、まず申し訳ないと思っております。ちょっとね、あんまり体調が良くなかったのと、コインをねそこまで稼げてなかったので、ちょっと先月のはスルーして今月にかけさせていただきます。そしてなんと今月の粒すごないですか。これめっちゃかっこいいよね。ほんで右のね、ティンカーベルがパレード、確率アップが4日までで、曲付きですね。パレードミッキーは曲付き、フィーバーがこれね気になるんですよ。フィーバーが始まり、横ライン上に粒を消すよって。フィーバーはこのイベントというか、この粒の中でのフィーバーなんか、本当にフィーバータイムに入るのかなっていうんで、そういうのがちょっと気になってるんで、ぜひゲットしたい。そしてもう一個がパレードティンク。これ可愛らしい。フィーバーが始まり、横ライン上に積む消し&ボムが発生するよ。めっちゃ強そう。どっちも強そうなんで、これはぜひともゲットいたします。よろしくお願いいたしましょう。というわけで、まあ、もちろん制限を設けて引くので、今回も最低20回、76万まで引く予定です。そしてそれでも引けなかったら、さらに10回ぐらいが限界かな。46万ぐらいまで引く予定でございます。まあ、いつものことなんでね、これが来る可能性はありますが、よろしくお願いいたします。というわけで、行きましょうか。楽しみでございます。これは絶対ゲットしたいですよね。いきなり行きましょう。せーの、グーパンジャーイ来いまずは緑。まずは緑のなんや、このバケモンかと思わしときだから、なんと、ラプンツェルに出てくる、マスコット的キャラ。ひたすら可愛いやつやったような気がするが、全く覚えていない存在、それが、パスカル。よし、アリスちゃんです。これね、うん、そうそう、あとちょっとでレベル6まで行くところでございます。どうなんこの流れ。この流れどうなん、明るく振る舞ってはいるものの。よしよっしゃマジか、びっびっくりした。パレードミッキー、なんと3回目でゲット。やったやったやった。もうパレードしようぜ、パレードしようっていうぐらい見てにっこりで、なんか上のあの見て頭らへん、すげえスパンコールって言ったらいいの、キラキラ、何やったっけ、ディスコのミラーボールみたいな、ミラーボールミッキーみたいな、そういう感じですけども、やったこれで、まあ、かなり肩の荷降りて、なんかもうこのピンクのどうでもいい、ピンクどうでもいいだから、チェシャ猫出てきてもそんな傷つかない。さあ行きましょう。軽い気持ちでトップ。よし、え、マジか、2回目レベルアップありがとうございます。レベル2です。これレベル2を表現しております。このピースはね、やったーのピースではなくてレベル2を表現している。さあ行きましょう。よし、何やったっけ、魚や魚、黄色い魚、美味しいのか美味しくないかといったら、多分は美味しくないやろうなっていう色の魚、フランキーやったっけ、フランダー、フランダーでございます。よし、フィニックちゃんは可愛らしい。この子ねめっちゃ可愛いんでね、映画見てください。しかし可愛いのかって言われるとそんなにっていう時もあったりなかったりで、非常に愛らしいキャラクターでございます。さあ行きましょう。ズートピアね、ちなみに丸キャラは、よし、これもズートピアです。この子の方がまあどっちかというと可愛いかもしれん。なんて言ったって、ウサギやのにこの辺がこう、スイってこうね、なんていうの、スリムというか、スレンダーな格好してるところがまた、男心を揺さぶるという、そういうキャラクター。可愛いだけじゃなくて、セクシーさも兼ね備えたのが、ジュニホップス。これはね、ゾンビじゃない、ダンボ。ゾンビとダンボ間違えるあたり、相当テンパっておりますが、その辺はスルーでお願いします。さあ、まあまあ、まだでも結構引けますよね。あと10回は引けるよね。よし来たー、今一瞬普通のティンクやと思ったけど、よく見たら上がスパンコールみたいになってて、あのミラーボールみたいなやつ、しかも周りがこのキラキラしてんのもこの子の特徴。やったありがとうございます。めっちゃ嬉しい。コインそんなに使わんでよかったかもしれんぞこれ今回。というわけでフィーバーが始まり、横ライン積む消し&ボムが発生するよ。ありがとうございます。やった。でもまだあと10回ぐらい引ける。レベル2にしよう。レベル2にします。これ絶対ティンクあげよう。よし !3 目指せる!3! やったどんどん行こう、どんどん行こう。こんな嬉しいことある ?11 月最高と言っておこう。よし
この子はね、カメレオンです。カメレオン、ランドールと言って、なんで急に説明始まったのかわからんけども、モンスターズインクのキャラクターですね。この子もまたね、この子はでもあんま好きな子、おらんかな。ランドールは俺大好き。マイクなんかよりランドールが大好きっていうやつはそんなにいないかも。知りません!よし!で、いった!ありがとうございます。必要粒数が減ったのか、ちょっと、今、テンパって見れなかったけども、18個結構いるね。で、範囲が S。結構この子爆発力というか威力がめっちゃ高いかな。せーの、ドン、グイッ、チェシャ猫、ピンクの猫、チェシャ猫でございます。さあまだあと8回ぐらい、あと8回かな、ちょっと計算間違ってたら恥ずかしいから断言はしないけども、いくよ。よし、お、ジーニー久々に見た気がする。やった、スキル候補下がった。これは嬉しい。どんなんが増えるのか非常に楽しみでございます。よし、まだいけるよ。せーの、ドン、ドー、マレフィセントドラゴンも超レアですよ。すげえ嬉しい。え、11月ってやっぱ月かもしれんぞ。西向く侍か、そう、31日がない月はいいのかもしれない。西向く侍って何か分かります？皆さん、それ分かった人ぜひコメントください。これはね、あの口縫われてるやつそのままやけど、西向く侍って久々に言ったけども、その覚え方すんのかな、みんな。ちょっと知らん人はね、ぜひ言って、じゃあ知ってる人はぜひ言ってください。やったー、3夜やったー、めっちゃええんちゃう。3までいったらこれ相当強いよね。見て、このキラキラというか、この上よう見たらね、拡大してみてほしいんですけど、なんか細かい、ちょっとなんか細かくて、んってな、顔はんってなるけど、すごい嬉しいんです。すごい嬉しいんでございます。さあ、行きましょうか。ドン、ティンク、おお、マジか、マジか、どないしたんこれ。めっちゃにっこり。やった、あと1回いけるよね。というわけで、ラスト1回はもちろん、彼に引いていただきます。行きましょうか。やった、もうなんか俺、まあ、大満足してしまってるけども、この子が何を引くかによって全てが決まる。さあ行きましょう。せーの、ゲストでございます。どんどん、また目線が合っていない。仮装を解いたスヌでございます。さあ、すげえ軽い気持ちで飛んでますね。すごい軽いと言ってます。衣装がすごい重かったと言っておりますが、スヌ様がなんとガチャを引いてくれますので、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、タッチペン持ちいいの、行きましょう。プレミアムボックス、ラスト1回。頼んます。もちろんね、この子ね、ほんと女の子好きとして超絶有名なので、狙うはティンク。そう、スカートが短い女の子が好き。さらに言えばね。さらに言えばスカートが短くて、そしてサイズ感もぴったりね。この子とサイズ感ぴったりのティンクが大好きと言っていきましょう。さあ行くぞ。せーの、来い。浮気もんめ。浮気しやがって。嬉しそう。男たるものとか言うてる場合ちゃうですのさ。浮気ダメです。ティンクに行ってください。しかし、アリス、通常アリスやね。通常アリスゲット。ありがとうございました。そしてスヌ様もお疲れ様でした。皆さん、スヌの応援、本当にありがとうございます。イェーイ。というわけで去っていただきましょう。やったー、やったっていうか、あれ。ミッキー結構ゲットできたのは良かったんではなかろうかということで、振り返りましょうか。これです。ドン。まず、パレードミッキーがなんと4体、20回中4回引けてレベル3の1まで行っております。そしてもう一つこれですね。パレードティンク。フィーバーが始まる横ラインに積む消し。これめっちゃ楽しみやね、俺実は。必要積む数18、範囲が S。スキルレベル2でございます。というわけで、とりあえずガチャはこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ここからね、いろんなツム使って遊んでいきますので、ぜひですね、そちらもご覧ください。というわけで、行きましょうか。じゃあまず、そうやね、こっちの方が、ミッキーの方がレベル高いから、ティンクから行きましょうか。曲もついてないんでね。というわけで、ティンクがこんなにね、必要積む数が多いってなかなか珍しいというか、まあ、あっちのイメージしかないからなんですけど、多分コイン稼げるから、これとこれ使っていきましょう。
さあ、楽しみでございます。今なんかようわからん歌歌ったけども、最高だ。最高だ。はい、はい、はい、はい。ちょっと待って待って、消せ消せ。はい。一つ目18やから結構多いよ。結構多いんで、これでいけるね。さあ行くぞ。ピンクまず消して、ボムが3つ。すげえすげえ。すごないこれ。普通に考えたら結構チートやん、これな。夢のスキルじゃない？で、レベル上がったら必要積む数変ねやろ、この威力で。あ、威力もでも上がるよね、いつものパターンやったら。じゃあこの子相当やばい気がするけどもさ、消して、ボム2つをおまけとして作っていく。あれやな、立つ鳥後を濁していくやつやな。立つ鳥後を濁さずじゃなくて、立つ鳥後を濁す、そういった感覚で、なんと、見といてや。濁す、素晴らしい。素晴らしい濁りっぷりですよ。こういうのもたまには必要ということでしょう。ここでちょっと、あ、じゃあ、ボム作ってくれるから、別にここで使っていいんや。んで、ボムいっぱい作ってくれた暁には、なんとすぐフィーバーに入れるようにしといてあげたよ、みたいな。そういうピンクからの、メッセージが私に届けられておりますが、そんな感じでしょうか。これは嬉しい。さ、決して、ボム2個作っといたぞ、お前のために。これ、2個したんじゃないよ。立つ鳥でもないよ。私は鳥でもないよ、みたいな。そういう感じでしょうかってやって、こうやって消してほいほい。で、これね、やっぱりでも、必要積む数が多いから、そこでちょっとパニックになるというか、あれまだなんていう感じにはなるけども、あまり余って威力があるというか強いですね。これ、すぐフィーバー入れるよね。うん。これ、レベル上がって、積む数最高、どこまでいくんやろ、最高っていうか最低か。最低の個数が、これすぐ多分入れる。全然消せた。よし。で、ちょっと待って。パニックやから今一瞬待ちました。あ、そうや。ごめん。みんな俺怒ってたかもしれんけど、フィーバーすぐ入れるってほんまにすぐ入れんねや。今気づいた俺ごめん、マジで。行くで。今まで気づいなかったけど、もうこの時点で、押した時点でフィーバー入ってんねや。強い。鬼強いやないかい、君。これ溜まるかな。よし、オッケー。まあ、でもこれ今フィーバーじゃないけど、そうや、ほんまにそうやったんや。仕様でフィーバータイムに突入してくれんねや。よかった、最後に気づいてね。多分みんなイライラしてたかもしれんけども、私はちゃんと気づきましたという言い訳をさしてください。ってことはやっぱり通常の時に使うのもありやんね。全然ありやんね。あんまりつも消してないから、今のところは17とかやから。それでフィーバー入って5秒稼いでみたいな感じや。いいよ、この子。というわけで、次、真打ち行きましょうか。パレードミッキー、フィーバーが始まり、横ライン上に積もを消すよ。ミッキー様がまさか、横に消すなんて誰が思ったでしょうか。彼はいつも真ん中しか消せない。そういう虫食い野郎、お曲聞きたいよね、みんな。あ、フィーバー、おエレクトリカルパレード、ちょっと待って、おかしいおかしい。いろいろおかしかってんけど。エレクトリカルパレードすぎたやな、今ね。エレクトリカルパレードってみんな10回言ってみたいな、そういう早口言葉ありそうやけど。あ、これもうすぐフィーバーいた。マジか。すげえな。なんやこの粒。おもろすぎやろ。さあ行きましょう。で、消す量半端なくない？最強と言っても今過言じゃないぐらいのレベルになってるよ、急に。まあ、でもフィーバーは、言うても、まあ、このぐらい消したらね、フィーバー勝手に入ってくれるから、そこまでの恩恵はないかもしれんけど、押した瞬間フィーバー入ってるの嬉しいよね。これはすごい。エレクトリカルですわ。相当のエレクトリカル。エレクトリカルパレードって俺、まさか4考えたらね、この動画中で1回も噛んでないんですよね。絶対噛みそうな単語やったのに。そこに私ちょっと自分でも驚いとるんですけど、エレクトリカルパレード、エレクトリカルパレード10回言ってみたいな。そういう早口言葉。最終的にどうやって引っ掛ける？ 10 回クイズでは最後どうやって引っ掛けよう。エレクトリカルパレード、あ、言うかんでもだ。エレクトリカルパレード10回言ってって言ったと、エレクトリカルパレード言わした後に、ここは肘とか、なんかそれもおかしいし、肘言わすのもおかしいし、歯と言って、他何があったっけ？ 10 秒パズル。10秒パズルじゃないやったっけ？10回パズルで、何を言わすっていう、ニューヨークみたいなあったよね。違うね。ニューヨークじゃないな。ここはアメリカみたいな。ないよね。なんかだけど、10回クイズ知ってる方いたら、それもまた、コメントで募集いたします。こんな10回クイズありましたよって。ちなみに10回クイズって何やっていう人のために、軽く説明しておきましょうかね。10回クイズは、一番有名なのが、ココアちゃんな。
肘って10回言ってたけど、膝か？膝ってピザや。ピザって10回言ってって、ピザをね、10回言わした後に、10回言わしたのに、ここは？って聞くんですよ。今、肘をね、刺したんですけど、ここは？って聞くから、その言われた相手は、ピザって10回言ってたから、あ、こいつ、あ、ちゃうちゃうちゃう、そういうことじゃない。ピザって、そう、ピザって言わそうとしてるなと思って、膝って言っちゃうんですけど、いや、そこ肘やでっていう、そういうやつです。伝わりましたかね、今。伝わってくれてたら嬉しい。今すぐフィーバー入れたよね、これが溜まってたら。すげえ、え？点数おかしない？なんで？ちょっと待って待って。なんで700万点の一旦？この子ちょっといろいろおかしいかもしれんぞ、みんな。すげえ楽しいな。もう一回やる？そうやな。そうやな。今回割かし早めに引けたから、ちょっと強いよね。でももう一回この子使いたい。レベル上がった子いたっけ？あ、ジーニー上がったな。でもジーニーはまた別の機会にして、じゃあ次もう一回、そうやな。もう何回かやりたいから、パレードティングもう一回皆さんに見して、で、ミッキー見せるっていう感じでいこうか。確かハートはもう一個もらってるはずなんで、大丈夫やからいきます。いや、めっちゃ楽しいやないか。そう、さっきの10秒クイズの話もういらないですかね。もう10秒クイズちゃんも何回間違った気がする。10回クイズの話もういらんかと思うので、もうその話読みましょうか。何の話しよう。ティンクの話はでもいつも持ってるボムを2つ置いていく。初取りですわ、もうこの子。でもこれで今使うわけですね。すぐにフィーバーに入れるから、ティンクがね、あ、だってあんまり消せてなくて、ティンクは溜まってなくてもご安心みたいな、そういうところあるけど、よく考えたらティンクでフィーバーに入った方が、気分的にはいいのか。それをしてたからさっきまで気づかんかったというわけ。じゃあ、ティンクをやっぱり今必死で溜めよう。ティンクを今必死で溜めて、溜まらないよ。溜まらない。18はやっぱり途方もない数字だ。これ、フィーバー行く。あ、で、フィーバーの得点になんねや。フィーバータイム中は得点が3倍っていう恩恵がね、ありましたけど、それを受けれんねや。あ、それめちゃめちゃすごいな。そうやんね。だから、ほんと、ここで使ったらフィーバーの得点になんねや、ちゃんと。やばし。すげえ今、ゲームシステムについて述べたけど、でも6万点やったな、そこまで高くない気がするけど。その辺はどうなんでしょうか。しかし、これで溜まるね。オッケー、これで溜めて、フィーバー入って、5万点。ちょっと低いんかな。どうやったっけ、こんなもんやったっけ。ちょっと得点を忘れましたが、ほいほいほい。で、これも待ちましょうか。待ってですよ。待って、オッケー。待って、ホケつってフィーバー行く。でも、フィーバーボーラスって言ってるから多分、3倍にはなってるよね。んで、これで、待って、こうかな。んで、こうして、魚さん、室井さんが来たしよ。ナイス、室井さん。で、これ多分溜まるから使う。フィーバー入る。感じ。11秒はね、残り11秒やったんですよ、入った時ね。そしたらギリギリフィーバーが終わるかどうかのあたりで終わるんですよね。だから、それどころか、普通にティンク溜まらんかったけども、これはいいね。レベル3にしたいね。ミッキーのレベル3とんでもないことになってるから、この子もまた素晴らしいでございます。あ、ハート、勝手に溜まってくれてたんで。というわけで、もう一回、真打ち、パレードミッキー行きましょうか。なんかスコアすごかったから、ちょっとこれ全部使ってやってみよっか。たまたまかもしれんけど、スコアがとんでもないことになってたので、ちょっと得点狙って行ってみましょうか。さあ、だから曲を集中して、聞く隙ないかもしれんけど、あれ溜まって使っていく。得点ちょっと見よっか。得点が14万。でもそんなもんやね。わりかし普通やね。じゃあこれ使っていく。曲がいいね、やはり。え、この曲って今までで初めてなんですかね。いや、あったかな、どうなんやろ。で、これでフィーバー入って、得点が伸びる。すごい。ほいほいほい。で、これは、こうして。しかも、ティンクよりも多分、あれやね。すぐ、スキルが使えるね。ティンカーベルよりも、スキルとか積む必要数が、そんなにないというの。これ、だから使ってフィーバー入ってんやん。強引に入っていこう。でもちょっと積む数やっぱ少なかったな。しっかり消す積む数は多めにしといた方が、これはもう使っていって、いろいろ噛んでるけども、使っていく。で、ほいほい、で、ほいとして、これこうかな。で、溜まっていく。で、これすぐフィーバー入って、楽しいっす。これは全然なんかプレイング気にせんでええやん。気にした方がいいかもしれんけど、そこまでね、
TVer 入るタイミングとか、めちゃめちゃいつも考えてやってるけども。いや、考えてやってんのかわからんけども。はいはいはい。これ溜まっていく。はい、使っていく TVer。ちょっと消す量少ないかな、今回は。ちょっと消す量少ないけども。あ、これはこうしたら多分連打した方がいいから連打して、消していく。素晴らしいよ。んで、お前消して、ほいほいほい。これはこういう感じで。おっと、溜まったか。これは意外に溜まってしまった。これちょっとだけごめん。待って、ちょっと。今、落ち着きがなかったと思うけど、待って、消して、点滴、点滴、点滴、ボタン待って、使っていく。やばい。1000万いったらどうしよう。いや、さすがにないか、1000万は。でも、あれでろ、あー、もったいねえ。今のはもったいねえことしてしまったかもしれんけども。さあ、遅れを取り戻すべく、私は頑張っていく次第でございます。これ多分、ティーバー系。ティーバー入って、で、合計したから大丈夫。いいよ。いいよ。440万点、今。得点は高いね。得点は高いね、やっぱり。なんだこのフィーバー野郎は。ほんで、今タイムも出てくるからすごい嬉しかった。さあ、これ溜まったから使っていく。てん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 。プラス5秒がすぐ入る。プラス6秒追加みたいな。そういう積むも、そのうち出てくるのかな。フィーバーに入ったら、タイムがめちゃくちゃ伸びるみたいな。まあ、そこまで強くはないけど、みたいな。そういう感じ。てん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 。いいっす、いいっす。すげえ長いプレイをしてる気がする。なんか知らんけど。あ、待って、ごめん、こうして。まあ、それ使って。しっかりと得点も稼ぎつつ、最後、ほんでこれ消して消して、6、6は消したよね。こう、こう、こうかな。OK、固まるね。OK、溜まって、フィバル、コインもしっかり稼いでますね。コインもなんだかんだでしっかり、これ7、おお、すごい。15か14ぐらいや、必要積む数。鬼じゃない、それ。この性能でそれはちょっと鬼やろ。多分、もう大盛り上がりちゃう。積む積む回、大盛り上がりしてるよね。強すぎ。これ7秒やから、もう無理やから。あ、待って待って。ちょっとやばいやばい。もう一回使いたい。もう一回使わして。あー、もったいねえ。700万。ここで700万。1000万無理か。970。これいけるね。余裕で。これ。余裕でいけたね。1000万は。すごい余裕っていうか、その、慣れたっていうか、うまいことね。プレイができれば、1000万は、余裕でいけますよ。しかもこの子レベル3ですよ。いやー、すげえ、これすごいの手に入れた。というわけで皆さん、最後までご視聴ありがとうございます。とりあえず今回はつぶつぶこれで終了です。ご視聴本当にありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価やコメント、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。めちゃめちゃ励みになるので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、最後に飲み物紹介して終わりましょう。今日はこちらです。ででーん、ヴァンホーテンココア。まあこれね、紹介したことあるんですけども、これやっぱうまいんですよ。最近ね、やっぱり甘いのもちょくちょく飲むようになってきました。もうね、ちょっと前まではあれなんですよ。もう何だっけ、ブラックコーヒーしかなんか飲んでない時期があったんですけども、ヴァンホーテン、やはりね、甘いのも美味しい。これをホットにするとさらに美味しいんでしょうか。冬に近づいてきて、寒ないですか最近。めっちゃ寒い。うまし。うまし。そう。まあ、半袖なんですけど、ちょっと動画撮ってたらめちゃめちゃ暑くなってくるんで、いつも半袖やってるんですけども、うまい。この甘い。もうとにかく甘い上にちょっとでも、ちょっとした苦味、俺どこ行ったん？ちょっとした苦味が出てくるんですけども、それがまたたまらないと言ったらいいでしょうか。すごい飲みやすい、ここは。おすすめでございます。コーヒー無理な人もね、多分飲みますよね。ちゃうんかな？ココアのあの、細かいあれが分かってないんだろう。コーヒーとは完全に違う飲み物なんかな？それとも、なんか甘いやつが、ココア。そんなことないか。というわけで、終わりましょうか。すずさんもね、見事なご活躍、浮気を見せてくれたです。男ということでしょうか。しかし、浮気は皆さん、ダメなんでね、やっちゃダメですよ。何の話かよくわからんけども、すず、お疲れ様でした。あとなんか言うことありましたっけ？あと、ないよね。多分ないはず。というわけで、皆さん、次回もお楽しみに、本当にありがとうございました。ココロリンクゲームズのメイ君でした。そして、すずでした。バイバーイ！